ぱ常識で考えてたね、アメリカの国債あれだけ買ってやっていつ紙くずになんないなって抱えてね、しかもそれでもこのどういう条件つけるか知らんけども、アメリカさんの言いなりになってね、まあ日からね大使になるとか学園主任したりありがたがって、この間僕が見てびっくりしたんで、僕の後輩だから今度会った時間に言ってやると思うけども、岡本幸男までがね、ヒラリー・クリントンがね国務長官、まあ今度就任したわけだけども、コメントの中で真っ先に日本の名前を挙げてくれて、そんなもんで近畿弱々していいのかね。アメリカの陳謝ったらどういう意味だったら、日本なんてどう蹴飛ばしたらね飛び上がるということ、どう詰めたら悲鳴ということ、一人間だよ。そんなものね、ありがたがあるね、その姿勢そのままバカにされてるからね、よくだなって未だにさなってる、ああいう形で。だってあなた日本の首都圏の中にね、日本最大の要するに滑走路を持った空港が、兵站基地という名前のもとに全然使われていなくて、まあ発着してるのはね、とにかく輸送機ぐらいですよ、あとヘリコプター。それを返さないどころか、とにかく強要もしないという。それで、この間ね、やってもらってる高瀬さんように、あの人は沖縄返還、若い人気でやった、そういう経験者だ。だからですね、世界中のね、その軍民教育家の、問題の会議も出てもらったり、情報を集めてくるけども、そのみんながその信じられない、横田の状況、外国人が、いう中でね、ことが結局、国防省に絞られていくと、この間、まあ、ちょっと高橋さんと一杯飲みながら話した、あの人も、まあ、別に泥酔したくない、ちょっとアルコール入ったら気が緩んだのか、今まで言わなかったけど、国防省の兵隊たちは、横田の問題、石原ずベイビーって言ってる人だよ。つまり、僕はそれだけ憎まれてるわけだ、結構だと思うのか、言いたいこと言ってるんだからね、そういうくくり方じゃないんじゃないかな。だからやっぱあの問題ね、私だけじゃなくて、もっとね、力のある、権限もあるね、その政治家たちがね、また声を揃えて、本当の日米関係を維持するために、日本に本当に協力したいなら、日米安保と維持したいなら、横田はね、国力の維持のために日本に返せと、その前提として強要させろと、いうこと言ってもらいたいね。ただね、僕はね、あんまり向こうにやってることで友人なんで、あと言ったことあるよ、横田。一回だけです。中入ったことある一回だけ、ガラガラなくしでしょ、作ろうと思ったら日本仮想できるやつかな。で、あの中にね、民を作ろうって言ったら、その原案だけで聞かずされて、絶対に彼は反発するわけだ。だからまあ今度はね、外にあのこういう着地がありますから、そういうものを出してですね、まあ、やっぱりウィンというね、向こうも得するという形の具体的なプロポーズをしようと思ってますけども、まあ、早期なのにやってない、私もね、就任してから10年近く経って、まあ、小泉総理が一言頑張ってくれたおかげで、まあ、日米間の一つの一種じゃ登録されたけども、その後の動きを見れば、イライラせざるを得ないね。なんで日本じゃイライラしないのかね、横田の問題で。メディアイライラしないのかね。本当に思うよ、富の皆さん、そうじゃん、国民の皆さん。この東京首都の中にね、べらぼうな飛行場があって使われてないので、彼はそれを返さないどころか、一緒に使うともさせない。やっと、まあ、関西圏の一部を返してですね、大阪や韓国に向かって九州から飛んでくる航空路というのを幅だけ許してくれたけど、これだって随分経済効果があった。しかし、やっぱりあの飛行場を実際に使うか使わないかで、それはね、東京の、あの北部の人たちだから、埼玉県、山梨県、全部助かるわけですよ。羽田に行かずに済むんだから。こういったものはね、国益というのを考えたら当たり前のところだけど、日本のその政治主になって出てこない。外務省も腰が引けてる。私はこんな情けない国ないと思いますな。